51号型電車51号型の VL27MCB-2 台車保存車両のモノ系急区派140型に改造後の姿京浜電気鉄道51号型電車は京浜急行電鉄の前身である京浜電気鉄道が製造し、後に東京急行電鉄を経て京浜急行電鉄に在籍した電車京浜電気鉄道が最初に製造した 高性車体電車である。1924年に東京市電乗り入れに備え、汽車会社で51から70の20両が製造された。半高性で丸妻の正面5枚窓、片側3扉と41号型とほぼ同じ、高性だった。主要機器は41号系同様にアメリカ製で、制御機はウェスチングハウスの HL 式、モーターは ゼネラルエレクトリック263型 65PS4 台車はブリル 27MCB-2K である1926年にバッファーを外してウェスチングハウス製の K1A 型連結機に変更し1928年から41号型と共に連結運転を開始した1937年に51号型からで51型に改版 1939年には、トロリーポールから、パンタグラフ終電に変更、ドアエンジンの取り付けをした。1942年の大東急発足に、伴いで波5140型に、開板、1947年の品川、横浜間の 1500V 化に伴いで波5146.51495151から5160を、 制御尺派5140型に改造5146.5157が繊細で消失したが付随車として復旧している。1948年の京急の分離により140型となった。付随車化された際に外された伝送品の一部は東急玉川線の出廃地型に流用されている。1951年 大四線の 1500V 化によって残った、デハ140型、木派140型に改造され、デハ230系、デハ290型と二両編成を組んで、大四線、穴森線で使われた。一部は、前後に230型を挟んで三両編成となった、ものもあった。1960年代に入ると、将来の都営地下鉄浅草線乗り入れに向けて線、 形の増備が進むようになる。線形、量産三次社の入線で本線を割れた230型が大子線と穴森線改め空港線に転出140型は、心臓から40年を経て老朽化が進んだこともあり1964年から1965年にかけて全車廃車された。 区派141が解体を免れ、栗浜工場の片隅にさらされていたが、京急創立80周年を記念して原型に、復旧の上、栗浜工場に保存されている。ありがとうございます。